立ち兄のパートナーボディーアーキテクトのみっちゃんはいつも立ち兄の体のことを考え、楽に速く走れる方法を考えてくれています。今回はそんなみっちゃんと一緒に練習した内容の一部公開しちゃおうかなと思ってます。こんにちは、立ち兄です。いつものキャンピングカー立ち兄家のともさんからお届けしております。先週行われた今シーズンの開幕戦、ダウンヒルシリーズの高知の大会で立ち兄は転倒して膝を怪我してしまいました。病院に行って診断してもらった結果は、みっちゃんと立ち兄が想定していた通り内側側副靭帯の付け根の部分の損傷でした。2ブレースつけてギシギシ言わせながら歩いてるんですけども、そんな状態の立ち兄でもトレーニングができるようにみっちゃんはいろんな方法を考えてくれています。せっかくなのでスマイルバイクパークさんで実際に走って練習してみようということで、今日はスマイルバイクパークさんに来ました。そういえばスマイルバイクパークさんの受付が新しくなってました。快適そう。お願いします。これ2時間かかっちゃったよ、下道できたら。ちょっと失敗した。まあ膝の靭帯に損傷があるということはあまり無茶なことはできないわけですよ。まあそんなこと言いながらこの間レース走っちゃったんですけどね。まあテーピングでね、可動域制限してたのでなんとかなったっていうのもあるんですけど、今回はその膝に負担がかからないというよりも、立ち兄は膝に負担をかけてるのがちょっと問題な部分もあるので、まあ膝が痛ってなったら今回はうまくいってない、ちゃんと動けてないよっていうことが分かりやすいわけじゃないですか。まあちょっと逆手に取ったというか、怪我の巧妙というか。なのでね、みっちゃんがいつも立ち兄にアドバイスしてくれてることをね、今回はこの手応えを教えてほしいっていう感じでアドバイスをもらって練習してます。立ち兄も一応トレーナーですから、みっちゃんが言ってくれてること理解はしてるんです。やりたいと思ってるんです。だけど理解できてるのと実際にできるのは全然違うじゃないですか。そこでみんな悩んじゃうんだと思うんですけどね。なので今回はどんな手応えがあったらみっちゃんが言ってることが実現できてるのかというところに焦点を当てて、みっちゃんにアドバイスをもらいながら練習をしてみました。楽に速くなるって言われたら、何それ、なんかずるくないって思いません？みっちゃんの、つまりボディーアーキテクトのトレーニングの根本的な考え方の部分として、より出力が出る体の形、姿勢、動きを作ることができればより楽に人の体は出力するんだよっていうことです。みっちゃんはこの姿勢のことをパワーポジションと呼んでるんですけども、まあパワーポジション誤解してる方が多いんですけどね。そのパワーポジションで動作することができていれば、より楽に今までと同じことができるようになる。つまり今までと同じだけの出力をすればより速く走ることができるようになるってことなんですよ。してその体を手に入れるために、立ち兄はみっちゃんと15年近くトレーニングしてきてるわけです。今日もその続きです。だから沈める方なんだよね。沈めた後に体が飲み切っちゃってるのも問題らしいです。姿勢が違ってんだよな。そう、沈めるときにおへそが天井を向いちゃうんだよね。おへそが天井を向いちゃうとはこの動きのことですね。腰椎が丸まって骨盤が後ろに倒れてるので、おへそが上を向いてます。ちゃんとできてるわけじゃないですけど、まだこっちの方がおへそが下を向いてます。右丸まっちゃってるの分かりますよね。またつま先でやってる。うん、だから今俺ペダルを押してる、お子宮のところ、こうやろうとしてる、じゃなくて足の裏全体、その感覚がないな。足の裏全体で踏むともっと押し込む感じが、そう。実はこの時まだ足の裏全体っていう感覚もうまくつかめてないんですよね。まあ後の方で分かってくるんですけどね。うまくいかん。で、踏み込む直前って当然抜重するじゃない？
悩んじゃってますね。感覚が欲しいんですよね。その理屈ではない部分。みーちゃんが教えてくれた荷重をする寸前の罰重の練習ですね。そうそう。それをバイクの上にってことだな。あ、分かんなくなる。なんか違うよね。まあ、遠からず近からず。じゃあさ、後ろのタイヤだけ跳ねてみてくれる？え？ああ、ごめん。自分で移動させてって言ったね。そう。荷重した直後に体が伸びきっちゃう癖がなくなってきてますよね。ああ、膝を畳む感じがちょっと分かってる。うん。とにかく立ち兄の課題は荷重が抜けてしまうことらしいんですよ。分かってるような分かってないような、これから練習していくんですけど。ハンドルの引き方もう一回。こう引かないで。こう引いてるってこと。こう引く。背中、肩甲骨。立ち兄、ハンドルバーを肩甲骨から引っ張るんじゃなくて腕で引いてるらしいんですよね。できるようになったと思ってたんだけどな。なんかうまくいかないんだよ、かかと下げようとする。足の裏全体に荷重する、もうやってるのでわっきゃわかんなくなってきてます。これが平らぐらい、そうより下がってれば、ああこれだったら確かに荷重感覚はあるな。本当にちょっとだけどね。こうなるともう抜けてるよね、うん、だからこれでもまだ俺の中では抜けてるんだよ。抜けてる、うん、この辺からかかり始める、うん、それも後ろ側に、ペダルが後ろ側に倒れてる。はい、これぐらいの意識があれば大丈夫だと。うん、とにかく今回は手応えを教えてもらっています。なんかね、感覚的に難しい、足の裏全体だってやっぱりこう、ここでビンディングで固定されてて、あとは空中にあるわけだ。だから体重が乗るところは母子球しかないんだよ。あ、母子球より後ろだけど、前荷重するとこうなるじゃん、うん、ペダルこうなるじゃん、ペダルを後ろ下げみたいな。そう。前を下げるなってことね。肘の方向。こう、下に畳んじゃう。そう、下に畳んじゃうと、このまま体が前に来ちゃうから、もっと肩甲骨使える。肘、ここにスペースがあるぞ。で、引くと、背中が使えるから。一番気にしなきゃいけないのは肘の方向だね。うん。これを。かかととかは下がり出してるもんね。うん。多分肘が邪魔してるんだね。よっ。違うな。違う。まだまだ全然なんですけど、みっちゃんが肘の方向、つまり肩甲骨を使える位置をアドバイスしてくれたことで、荷重が抜けにくくなってきてるのは分かります。まあまだバイクとの一体感っていうところまではねできてないんですけど、なるほど、この手応えがあれば間違ってないんだなっていうのがちょっとね背中に見えてきた気がします。そうそうさ、バンクも同じでしょ。そうだね、バンクに入る時も背中が広い状態で入れる。そうすると
バンクの中で後輪移動させたりとかもできるようになるから、うん、ローポンプ入れてミクリック。フォークに荷重ができるようになってきたせいなのか、前輪が遠い感じがしたのでローコンプを2クリックプラスしてみました。それでさ、うん、じゃあこの平らなところで押してみて。そう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 、変わったっしょ。本当だね。でバイクがちゃんと前に出るでしょ。あのボヨーンってならないで、うん、どうやら荷重が抜けなくなってきたみたいです。あー開いたねじったどうしても肘の方向がかなり意識しないとできないので、ちょっとだけハンドルバーの角度を変えて助けてもらうことにしました。さあどうでしょうかね。おお、なんかね、背中を使う感覚が分かりやすくなりましたね。そしておかげで疲れにくいからかな、ぐるぐる回れちゃいますね。いいね、この位置だね、ハンドルバー。ありがとう。ああ、俺が昔考えてたハンドルバーのポジションだな。こう自分の方向に向かって戻ってくる。結局そこは合ってたんだな。大昔からそこだと思ってやってたんだけど、なんかいろいろ途中で変わって変えてきて、こうとかいろいろやってたけど、根本的にはやっぱ合ってるよな。オッケー、ありがとう。終わり。戻ります。ありがとう。はい。というわけで今回練習したことは、まずはね、膝が痛くないように股関節から動くというのが大前提なんですけども、一つ目はおへそがちゃんと下を向くということですね。つまり骨盤が前に倒れている状態で動く。それから足の裏全体でペダルを踏み込むということですね。荷重が抜けないようにしたい。ハンドルバーを背中、肩甲骨から引く動きをするということでした。まあそれを意識するために肘の方向を意識する。そしてそのためにハンドルバーの角度を変えてみたということで、スマイルバイクパークさんの小さい方のミニパンプで立ち上に練習しました。あ、そうそう、ハンドルバーの角度を変えたので、フォークのローコンプ2クリックプラスは標準の10クリック戻しに戻りました。フォックスの標準値、さすがです。というわけで膝を怪我をしているわけですけども、それを逆手にとってみっちゃんの基本的なトレーニング、パワーポジションを作っていくトレーニングをやってみました。楽に速くなるっていう言い方をするとね、なんかちょっとうさんくさい感じがするかもしれませんけど、いやいや、タチアニが今この年齢でちゃんと走れてるのは、そのみっちゃんの楽に速く走ることができる体の使い方を練習してきたからです。現在57歳ですけど、このトレーニングを続けていけば60歳の時もっともっと体動いてくれると思ってます。70歳80歳、全然諦めずにこのままトレーニング続けていこうと思ってます。というわけで今後もこうやってタチアニが60歳で世界一になったり、その先も世界にチャレンジするために取り組んでいくこと、動画にしていきます。ぜひチャンネル登録をして挑戦を見届けてください。いつも温かいコメントとか高評価ボタンとか大変励みになっております。ありがとうございます。またお目にかかりましょう。タチアニでした。バイバーイ。